あ、今日もみんなのファーストパターンはエスカレーションズわっ、ハロー、薄れないときどうも、エグミが本体ことかっちゃんです。はい、じゃあ今日の企画は何か聞いてもらっていいですか。今日の企画は何ですか。2023年経費発表パノラマ TV 経費発表、まあ、やっぱり YouTube をやる上においていろいろ気が変わっていますわ。まあいやらしい話しそうですな、ね、実際じゃあどのぐらいかかってんのっていうのを、なるほど、みんなにやっぱあの意識してほしいね。どんだけかかってるとか、うん、みんな知らん、あまりにも知らんやん、うんうん、でそれのいくらかっていうのを、まあ、だいたい詳細が明かされるんですね。そうです、今から、で、まあ、全部は明かされへんから最後のこの何円かっていうのを当てて、外れたら罰ゲームで出ても出るわよ。当たったら見事ニアピンやった場合はご褒美電気のやる気なくなるな。なるほどな、うん、当たったピタリ賞は俺ピタリ賞、おあ、そうや、これはちょっとやるわな、うん、グチで頑張ろうやつ、ほんまや、ピタリ賞は、うん、ご褒美総合電気のなんでやん、なんで1人なんでだけど1人当たった、例えばヤスが当たったピタリ賞当てました、当てた総合、かっちゃん全く外れててもあ、総合なんなんそれ一番いらんやん逆にでもガチでピタリ賞を俺個人的に10万ガチであげる、3年ぐらいじゃん、それでいいんや、んでも10万やと10万ガチじゃあやっていきましょうか、やっていきましょうか。じゃあ2023年度の経費ですね、いくらか発表お願いします、カズさんから。まあちょっと何がっていうのがちょっと俺分からへんけども、とりあえずいくわ。100円132万8517円。おお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 、全然バラない。安川さん、え、これマジで言っていい、うん、マジで当たんだ多分俺は、うん、ガチで勝ちは多く見すぎてる絶対に、うん、そんなかかってない。大体、うん、一番金かかるのって、まあ、衣装と、うん、あれなんですよ、実は交通費とあれの金なんですよ、スタジオ代で、うん、じゃあ何回行ったかって言ったら、いや、やつの分析いいよ、変換したら大体のペースで、まず恋愛がいる時にしか基本使わないんですよ大体、うん、であいつのペースって1年でまあ3回ぐらいあったかなっていう感じやったら、うん、1回あれ確か7000円ぐらいかかってるから、うん、3、7、2万で交通費行き帰りで、まあ、まあ1万5000ぐらいなんですよ1回だから、交通費も合わせてスタジオで合わせて、でその後のあれが微妙なラインやん、その後の焼肉もおごってもらってる、あれは入れてません、あ、じゃあ1万5000ぐらいなんだ大体で、そこが3回で33、30、70、75、70、75、70、75ぐらい、この時点でまあ、10万近くいってるんですよ。で、あと衣装とかが結構高い。ザホのくせに計算長いな。わかりました。はい。289,000円。え、そんな安いもんなの？29,000円。え、残りの端数って感じ？いいんですか？ピタリ賞狙いに行かんと。9,036円。では発表させていただきます。2023年経費23万2565円。ほらな、すごいな、ほらな、こちらです。めちゃくちゃニアピンやん。えぐすぎ。いや、結構いいとこついてて、これがあの、えぐ、実際の内訳とか、むちゃくちゃニアピンやん、ガチの。まあ交通費そう、スタジオ代やろうな、大部分はってのは思ってたんやけど、うん、そっか、まあそれはそうか、そんな別に言ってないもんね、考えたら、うん、YouTube やる上で、ヤスがほんまに言ってくれた通りで、移動のお金と衣装、うん、
この2つがやっぱりもう締めるんですよね。やっぱあと備品やったり、うん、なるほどな。へえ、こんな感じなのかな、知らんかったで。でも収益にまだ追いついてへん。追いついてないですね、あの現状やから。いや、追いついてないんでしょうね、うん、もっともっとやっぱ視聴してもらうガンターさん一面もあるし、だからもうちょっと経費もやっぱ削減していかんとあかんっていうところもあるから、していこう。その他の具体的な策みたいな、なんかある。買った衣装を一回ポッキリするんじゃなくて、こう、まあ、まあそもそも買うときにもうユーティリティっていうか、もう何個も企画として取れるやつを買う、うん、買うなら、ね、で買ったやつはもう何回も使う、と一回のこの金でたくさんの企画を取れればいいんじゃないかな、うん、あ、めちゃくちゃいい。いわゆる経費削減の部分で、正しい。まあでもそのかかってるものあれを見る、内訳を見ると、うん、まあそのそこの内訳にあるもの自体を削るっていうのは多分きついもんなんかなっていうのが多い、ね、うん、旅費交通費とかは無理やから削れへんと思う、その別のところで撮影する以上、うん、いやでもスタジオを借りる時間、例えばを今5時間撮ってますってなるのをグッと縮めて3時間で集中して何か広げさせる。そう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 、だから3時間にするのはそう分かんないけど、結局それでスタジオを借りるっていうのは、まあまあそうそう、だから今やつが言ったその借りるっていう経費は削れへんけど、借りた時間を有効活用するっていう形で経費を還元していく必要があると思う、うん、だから寝たりするのはゴムで動画に来る。お前やな、うわ、あ、じゃあもう寝ませんみたいな。そう、当たり前やぞ、お前。絶対寝ません。絶対寝ませんし、寝てる。お、寝とった。一番あれじゃないですか、収益を増やすって意味で皆さんにチャンネル登録していただいて、視聴してください。そしたらもうその話じゃないですか。それをするためにはやっぱり こっちとしてもやっぱ見たいなって思えるようなコンテンツをやっぱ出していかなきゃ。確かに。だから、まあ、2人とも外れてしまったけど、それで罰ゲーム電気屋もあるんですよ。見たいって思うコンテンツをやっぱ提供していかなきゃ。向こう、何やろ、何やお願い電気屋も。それではお願い電気アンマー、よろしくお願いいたします。2024年もパノラマ TV よろしくお願いします。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 パノラマ TV